こんにちは、エヴァとたけしです。今回はコスパを優先することで自分を成長させることができなくなるというテーマでお話ししていきたいと思います。コスパとは費用対効果のことです。自分が差し出した時間や労力がお金に対してどれだけの見返りを得ることができるかということです。コスパがいいとかコスパが高いとは、これだけの時間を費やしたらこれぐらいの効果を得ることができるだろうという予想を上回ることです。こんなに楽して痩せることができるんだ。この値段でこれが食べられるんだ。こんなに安いのにこんな機能がついているんだとなることです。コスパがいいと感じると得した気分になり嬉しくなります。コスパが高いと感じるのは、こんなこともしてもらえるの？こんなこともできるんだと想定外の喜びを得るということです。そのような喜びを覚えると、どんどんコスパがいいものが欲しいと求めるようになります。この値段でこのボリューム？この値段で食べ放題なんてありえない。この服ならカジュアルでもフォーマルでもいけるわ。これは10年ぐらい使えそうだな、などと自分が支払った対価以上の価値を得ようとします。コスパが高いものを選ぶのは楽しいことです。だから、これはコスパ的に考えたらどうなのかなと意識するのは悪いことではありません。しかし、世の中にはコスパという基準を使って考えない方がいいものもあります。例えば、学校教育をコスパという視点で考えたら、自分を成長させることができなくなることがあります。私たちは教育を受けるために学費を払います。同じ学校に通っている人は、みんな同じ額の学費を払います。コスパを高めたいからといって、自分だけ学費を値切るわけにはいきません。なので生徒は、コスパを高めるために、学費以外で自分が得をすることを考えるようになります。自分の支払うお金を減らすことができないのなら、自分の費やす労力を減らそうと考えるようになります。結果として、できるだけ楽をして卒業しようと思うようになります。できるだけ勉強しないで合格点ギリギリを狙うようになります。生徒はコスパを重視することで自分の学力を伸ばすことができなくなるということです。できるだけ楽をして合格点を取るということだけで満足できない生徒は、次は何をして元を取ろうと考えるようになります。すると、自分の費やしている時間の質を上げようと考えるようになります。自分はお金を払っているのだから、その分楽しまなければいけない。お金を払っているのに、こんな退屈な授業に耐えるなんてありえないと考えるようになります。結果として、授業中にゲームをしたり、漫画を読んだり、スマホをいじったりするようになります。そして、それでも満足できないと、授業妨害をしたり、先生を蹴っ飛ばしたりします。先生に注意されると、いや、こっちはお金を払っているんだから、それに見合う対価を返してくださいよ、という態度をとり、黙らせてしまいます。それでもまだコスパが見合わないと感じる生徒は、休み時間や放課後に他の生徒をいじめたりします。コスパを高めなければいけないという思いにとらわれていると、学校にいる人間までもが、自分が精神的満足を得るための道具に見えるようになってしまいます。コスパを重視することですぐに結果を得ることを考えるようになります。私が100円払ったのだから、今すぐ100円分の対価をください。あるいはそれ以上のものをくださいと求めるようになります。それは商品を買うときやサービスを受けるときには当たり前のように考えることです。資本主義のルールにのっとったら、100円払ったら、すぐに100円分の対価を得るというのは当然のことです。しかし、学びを得たり、教養を高めたいと思うのなら、すぐに結果を得ることにこだわってはいけません。教育というのは、すぐに結果が出るものではありません。今学んだことの効果が、5年後、10年後に現れることがあります。深い言葉というのは、すぐに理解することはできません。人生の経験を重ねていくことで、これってこういうことだったんだと気づくことができるようになります。私も中学の時の先生が言っていたのはこういうことだったんだ。10年前に読んだ本に書いてあったのはこのことだったんだと気づくことがよくあります。ということで、あなたが今学んでいることは、5年後、10年後のあなたを幸せにするための知識になるかもしれません。なので、すぐに結果が出なくても焦る必要はありません。すぐに効果を感じられなくても、自分が興味があることを追求していきましょう。その経験で得た学びは、未来のどこかできっとあなたを助けてくれるということを忘れないでほしいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では、素敵な一日を送っていきましょう。